オッケー。はい、どうも、霊媒師の馬込です。よろしくお願いします。本日はですね、12月1日から12月7日までの1週間をカードを引いて、あだこうだやっていきたいんですけど、今回ですね、ちょっと特殊な感じで、都道府県別に、分けてやっていきたいんですけど、分類としましては、北海道、東北、関東、中部、近畿、四国、中国、九州、沖縄の9つに分けて、めちゃくちゃささっとなんですけど、9つのエリアでちょっと1週間カードを見て、ほんとサクサクっとね、一言ずつというか、ほわほわってね、やっていきたい、ほわほわ とね、やっていきたいと思いますんで、じゃあ上からね、やっていきたいと思います。こう上から下っていく感じでやっていきたいと思います。じゃあ最初、北海道からやっていきたい。北海道に12月1日から12月7日にいらっしゃる方、滞在してる方でもいいですし、住んでる方でもいいし、出張とかで行くみたいな感じの人とか、旅行に行くって人とかはそっち見てもらってもいいかなと思うんで、いる日数のところとか、住んでるって人はそっちを見てもらえたらいいんじゃないかと思います。じゃあとりあえずね、北海道こちらで、はい、ちょっと見せないんですけど、反射してて、ブルーレスアゲットのカードが出ています。カードの意味と、一言の意味としては、安定した人間関係っていうのがブルーレースアゲートの、カードなんですけど、パワーストーン実物のブルーレースアゲットとしては、なんかすごいパワーズ、なんだろ、すごい力強いとかっていう、なんですね、そういう感じとか、厄を払うと魔除けとかっていうのは、やっぱりこの書いてある通り、なんかこう人間関係を、なんだろう、穏便に運んだりとか、マイルドにするような感じのパワーストーンの強さがあって、なんて言えばいいですかね、こう、北海道の空気感にはこの時期、なんですかね、こう、気温も変わって、北海道なんてね、クソ寒くなってくる時期だと思うんですけど、やっぱそういう時期ってちょっとピリついたりというか、冬になって安定しちゃえばまた人間関係とか空気感変わってくるんですけど、この一気に寒くなる時期っていうのは、気の流れ的に言えばちょっと、なんだろう、苛立ちやすかったりとか、ひびが入りやすかったりするような時期にちょっと変わってくるので、そういった意味ではちょっと北海道在住の方とかは、少しこう柔らかい感じにこう空気を慣らしていってもらえたらいいんじゃないかなと思うんで、ブルーレースアゲットのカードなんじゃないかなと思うんですけど、ブルーレースアゲットを持ってる方は、ブルーレースアゲット身につけてもらえばいいですし、最強っていう感じのパワーストーンではないので、持ってない人のが大多数だと思うんで、そういう方とかは、北海道なんて空気もきれいですし、水もきれいですし、なんだろう、そういう、なんだろう、意識的に青っぽい場所、例えば僕が知ってるところだと、池とか湖とかもきれいですし、そういうところに行ってみたりとか、行けない人は写真とかね、見てもらって、なんだろう、水色とか白とかのエネルギーがいいんじゃないかなと思います。空の写真とかでもいいですし、海って感じじゃないか、空か湖とか、なんですか、それこそ上の子池みたいな、なんかああいう、なんだろう、有名なところ、北海道結構あると思うんで、ああいうところに行ってみるでもいいですし、行けない人は、なんかそういう、なんかそれに近いようなものの写真とか色合いのものを身につけてもらえたらいいんじゃないかなと思います。次、じゃあちょっと下って東北に行ってみましょう。東北もね、ちょっとね、青っぽいカードが出てます。セレナイトですね。見づらいんですけど、石。これセレナイトの表面みたいな。セレナイトは、どっちかっていうと、この色では青っぽくなってるんですけど、石自体は、白、水色、青ってところですかね。こっちのがちょっと白っぽい、なんだろう、氷の断面図、つららみたいなイメージって言えばいいですかね。セレナイト、パワーストーンで使うっていうかは、置物、タンブルとかの方が印象としてはあるかなって感じなんですけど、セレナイトのカード、月の女神って書いてあるんですけど、そうですね、もう少しなんですかね、北海道とはまた違ったエネルギーをちょっとカードから感じるんで、なんか伸びるけど壊れやすいみたいな感じなんですよね。成長するものだったり、伸ばしていくものがあるっていう意味なのかな。人間関係とか、もちろん能力的なものもそうなんですけど、なんかこう伸ばしていきたいもの、これから発展させていきたい人間関係とかは、ちょっとこの時期育てやすいのかなと思うんですけど、ちょっと同時にひびが入りやすいみたいなのもあるかなって感じで、慎重に物事を進めてもらえると、その、なんですか、壊していいものは別に壊していいんですけど、例えば、なんかじゃあ自分が、この人との人間関係、この人の仕事の縁とかを、今いい感じで伸びてきてるって人とかは、より慎重に、伸びてくるとは思うんですけど、よりこの一週間、慎重に、丁重に、扱っていただければいいんじゃないかなと思います。人間関係に少し気を使ってというか、気を引き締めてというか、壊れにくいようになんか配慮してもらうというか、ちょっと説明難しいんですけど、ちょっと配慮っていう単語がぴったりかなって思うんで、こう人間関係に配慮してもらって、別にどうでも人の縁はいいんですけど、この人との縁を大事にしたいなって人とかは、ちょっと仲いい人とかでも少
少し気を使ったりというか、何ですか、親しき中にも礼儀ありじゃないですけど、そういう感じで少しこう気を引き締めて、なんだろう、進めてってもらえたら、よりこの後の関係が良くなるんじゃないかなと思うんで、ちょっとその辺気をつけてもらえたらいいんじゃないかなと思います。次、下って関東ですね。僕たちが住んでます関東ですね。関東から急に強いんだな。関東はタイガーアイのカードが出てますからね。この1週間攻めるチャンスだったりっていうか、あの前に行くとか仕事でもそうなんですけど、繁栄と進化って書いてあるんですけど、カードのこの辺に、まあ繁栄と進化、結構ズーズーしくというか、ぐいぐい行っちゃっていいんじゃないかなと思います。12月になって、もう残すところあと1ヶ月で今年も終わりますし、できるだけ今年のうちにやっておきたいこととかをリスト化しといてもいいですし、まあ浄化するっていうよりかは、ぐいぐい前に進めるみたいなイメージあるんで、進める、ちょっとつも惜しいんじゃないですけど、やりたい仕事のプロジェクトだったりとか、いろいろ課題とか勉強面でもそうですけど、この1週間ガーって一気に進めてエンジンかけてもいいんじゃないかなと、関東にいらっしゃる方はね、いいんじゃないかなと思います。それこそパワースポットじゃないですけど、逆にそのいつも自然にある場所とか行けって言いますけど、今回は関東の人はちょっと都心部だったりとかが、このタイガーアイとの相性はいいんじゃないかなと思うんで、仕事のエネルギーはちょっと自分が思う都会っぽいところだったり、まあわかんないけど東京のど真ん中でも行ってもらえばいいんですけど、まあ東京のど真ん中とかにいる人は、ちょっとそういう仕事運が上がりそうな神社だったり、同じ東京でいいんですけど、とか、いつも自分が行く職場の一番近い神社とか、自分が住んでる都内とか、ちょっと都会っぽいところの近くの神社とかに、分かんなければそういう場所に行ってもらって、ちょっと今週頑張りますみたいな感じで手を合わせてもらってもいいんじゃないかなと思います。次、中部地方ですね。真逆のカードが出ております。中部にお住まいの方々、オパールが出てますね。真珠っていうか、そうですね、キラキラしてて優しくてみたいな、まあ母性とかもあるかなって感じなんですけど、あ、母性か、自分より目上の女性とか、お母さんとかでもいいんですけど、そういう人とかにちょっと優しくしたりとか、こう、なんか、いつもよくしてくれる年上の女性とか、年上の、なんだろう、例えば、まあ、女性じゃなくても、ね、よく面倒見てくれる方みたいな、自分を面倒見てくれる人、よくしてくれる年上の方に、連絡を取ったりとか、よくしてもらってなって思えば、恩返しだったりとかを、この一週間でしといてもらえるといいんじゃないかなと思います。やっぱこの、人と人とのつながりみたいな部分で、年上のその優しさっていうのはここの中部のキーワードなのかなと思いますんで、その辺ちょっとね、意識してもらえたらいいんじゃないかと思います。まあ、ここもやっぱ色で言えば白がいいんじゃないかなと思うんで、白いものとか身につけてもらえたり、オパール持ってる方は、まあ、真珠持ってる人とかはそういうの身につけてもらえたら、よりそういうのが順調にいくんじゃないかなと思います。次、近畿か、近畿、はい、ラブラブライトが出てますね。またちょっと他のカードとも違いますけどね。この直感力が高まるってこのカードには書いてありますけど、今回引いた中の9つのカードの中で一番宇宙的な感じのカード、宇宙寄りな感じって言えばいいですかね。ちょっとこう莫大としてるっていうか、ちょっと不思議な力をなんか高めたりというか、ここのなんかね、近畿地方の方々、まあ例えば京都とか滋賀、三重、奈良、和歌山、兵庫、大阪、この辺って結構やっぱりそういうなど昔からあるお寺とかパワースポットとか、やっぱこの辺のエネルギーはちょっと日本的で古い、いい意味でこう古くて強いエネルギーがこう入り浸ってるとか交わってるというか、すごいごちゃごちゃいい意味でこう混ざり合ってるんですけど、やっぱそういう中で生きていくと、もちろん五感とか磨かれていくと思うんですけど、なんかこう現代人がこうなんだろう、思い込んでるなんとかね、昔からあるイメージだったりとか、そういうのを一回抜きにして、今日は自分がこれがしたいとか、なんかこうふと思いついたこととかをこの1週間より大事にしておいてもらえればいいんじゃないかなと思います。前に向かっていく姿勢とかっていうのは、やっぱりその何が一番大事かって、やっぱり自分が一番最初にこれがいいんじゃないかって思った直感が一番最終的に頼り、なんだかたどり着いて、いろいろ考えてもそこに行ったりすることって結構多々あると思うんで、今回この1週間直感力とか、こう思いついたもの、食べたいものとか着たいもの、何でもいいです。今こう普段何も考えないで着てるとかじゃなくて、何も考えてないけど今日はこれが着たいとか、服とか靴とか、今日はこれが食べたいとかっていうのがあれば、その意識してやってもらえたらいいんじゃないかなと思いますんで、ちょっとラブラブライト持ってる人は身につけてもらえたらいいんじゃないかなと思います。まあ、ハトはちょっとこう光るものみたいなイメージ、光が反射するようなものとかを身につけておいてもらえると、ラブラブライトのエネルギーに近いかなと思うんで、ちょっとそういうのもお勧めしておきます。次、中国地方になってますね。ルチルクオーツ、
宇宙クォーツもいろいろね、こう、色があるんですけど、オレンジ、ゴールド、ブラック、グリーン、ホワイト、シルバー、ブルー、いろいろあるんですけど、まあ、これによっては多分、ゴールドかなって感じなんですけど、カードの意味として、夢や目標を達成するっていうカードが書いてあるんですけど、やっぱこの真の強さっていう部分を結構求められる一週間なのかなと思います。なんだ、試されるわけじゃないんですけど、学生とかだとちょっと難しいのかなと思うんですけど、こう、今自分がこの仕事をしてる、この場所にいる、ここに住んでいるみたいなのって、ここに来た時のことを思い出してほしいというか、まあ、初心に帰ってほしいというか、なんで今これしてるんだっけみたいなのを、ちょっと一回振り返ってもらって、今後の一週間ちょっと過ごしてもらえたらいいんじゃないかなと思います。日常に追われ、現代に追われ、こう、いろんなストレスに追われていくと、なんか、生きるために必死になりすぎて、流されちゃうっていうか、なんかこう、どんどん暗くなっていっちゃうんで、こう、ワクワクしてその物事を始めたものだったら、なおさらそういうのを一回、ああ、こういう気持ちで始めたんだなっていうのを、今回ちょっと一週間で思い出してもらえたらいいんじゃないかなと思います。エネルギー的にもし転職、新しいことがしたいとかってあれば、ちょっと僕はオレンジとかゴールドをちょっとおすすめしておくので、なんか挑戦、新しいことで挑戦したいっていう人とかは、オレンジ、ゴールドあたりをちょっと身につけておいてもらえたらいいんじゃないかなと思います。これ疲れんな、だりーな、たまにしかやりたくねえわ。四国、はい、次四国。すごいね、四国って4つの県のためだけにやってる。あ、北海道は1個か。そか。ちなみに四国はトルマリンのカードが出ております。こちらもね、いろんな色のトルマリンが販売してます。今回ですね、トルマリン、心と体のバランスってことで、まあ、俺の中のトルマリンってやっぱりこう静電気とか、マイナスの電気系のエネルギーを弾いたり分解したりとか、ストレスを緩和するような、おお、葉っぱが来たよ。キャッチした。ね、やっぱりそういうストレス緩和とかに、この一週間努めてもらえたらいいんじゃないかなと思います。そういうエネルギーで分解してストレスをいかに緩和するかとか、単純にあの静電気とかにも気をつけてもらうっていう意味合いとか、電気に気をつけるとか、もちろんあるんですけど、なんかそういうのをね、ちょっと意識的にしてもらえたらいいんじゃないかなと思います。まあ、電気を取るにはやっぱり植物とかのエネルギーがいいのかなって思うんで、野菜とかを、緑の葉っぱのものとかをいっぱい食べておいてもらえたらいいんじゃないかなと思います。次！九州かな。九州、パイライトが出てます。ハイライトってマジでゴールドって感じ、金なんですけど、このハイライトのカードに書かれてあるのは、魂の汚れを取り去るって書いてあるんで、結構、九州ってやっぱり温泉だったり、なんだ、パワースって山とか神社とか、めちゃくちゃ昔からあるような場所、そういう場所になんか一回行ってみたりとか、行けない人だったら好きな場所とか思い出してみたりとか、動画で見てもらったり、写真で見てもらったりしてもらってもいいんじゃないかなと思いますんで、ちょっとその九州の人とかは、古くからあるパワースポットの場所に寄れたり行けたりとか、自分が好きな、なんだろう、古くからあるものとか、そういうところにね、行ってもらえたらいいんじゃないかなと思います。最後、沖縄クリスタル水晶ですね。光の浄化。まあ、沖縄って感じですね。これに関しては、沖縄ではもう、あの、水って感じですかね。あの、海の水でもいいんですけど、まあ、沖縄だと川の水とかがちょっとあんまりないのかもしれないけど、こう、飲む水とかにちょっと、イメージとか意識してもらったりとかしてもらえたらいいんじゃないかなと思うんで、ちょっといつも自分が飲んでる飲料水を水をちょっと高い水に変えたりとか、まあそんなんでもいいんですけど、そういうのしてもらえたりとか、あとは浴槽とかバスタイムの時間をね、ちょっと塩入れてみたりとか、そのアロマ入れてみたりとか、だからそういうのでちょっと変えてもらって、なんか海とはちょっと別の水による浄化みたいなのをしてもらえたら、こう気がすごい良くなるんじゃないかなって感じなんで、ちょっと意識してもらえたらいいんじゃないかなと思います。もちろん水晶持ってる人はね、あの水晶を身につけてもらうといいんじゃないかなと思います。ってことで、こんな感じでね、疲れた、あのたまに全国のやつ分けてまたやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。じゃあ今日はこれでおしまいしてます。疲れた、バイバイ。